サンホセ鉱山とは、チリアタカマ州コピアポ付近にある道、金を算出する小規模な鉱山である。鉱山労働者33人が地下700メートルに閉じ込められた2010年の落盤事故で有名である。この鉱山の行動は、垂直な鉱山シャフトではなく、螺旋状に一本道で地下深くに伸びていた。鉱山のレイアウッドズサンホセ鉱山は、コピアポの南西45キロメートルにある。 1889年に創業が開始された。1957年、ハンガリー人移民のホルヘケムに入れてが、サンエステバン工業者を設立した。テラによると、この鉱山の年間売上高は2000万ドルを超えていた。この鉱山では2003年と2010年の間に、事故が数回発生し最低でも3人が死亡した。2007年には、 地質学者一人がこの炭鉱で死亡し、閉鎖につながった。2008年5月、セルナジオマン、セルビチオナショナルデヘイラヘアワイミナーにより、再開された。2010年7月には、鉱山労働者のジーノコルテスが事故で片足を失っている。サンエステバン工業者は、国家当局に、落盤事故が2010年8月5日の14時に、発生し、 翌日に救助活動が開始されたと報告した。緊急災害対策庁はその日のうちに閉じ込められるか、死亡した可能性がある33人の鉱山、労働者のリストを報告し、その中には引退したサッカー選手のフランクリン・ロボスや、ボリビア人鉱山労働者のカルロス・ママニが含まれていた。これらの鉱山労働者は17日後の8月22日に生存が確認された。 それにもかかわらず、落盤から69日後の2010年10月13日になって、初めて鉱山労働者のフロレンシオ・アバロスが救出された。サンホセは、サンエステバン工業者が所有する唯一の炭鉱である。チリのセバスティアン・ピニエラ大統領は10月12日に事故を起こした鉱山は労働者の生命と尊厳を、 守る安全対策が実施されるまで閉鎖される予定であると発言した。サンエステバンは鉱山労働者の救出後から破産を検討し、事故から1年以内に倒産した。ありがとうございます。